回は10回の裏を迎えます。日本ハムとそしてダイエーの今日の8回戦、過去3勝4敗です。日本ハムが1つ負け越しています。このカード、6時19分に始まったんですが、延長戦、そしてこの10回の裏、しかしダイエーもこんなに言っても取る難しさ、昨日なんか簡単に点取ってるんですけどね。そうなんですね、こうなるんですよね。やっぱりね、競ってるから気を抜けないでしょ、両方とも、で一生懸命こう作戦立ててやってるんですがね、一本出ればなっていう時がなかなか出ないっていうところでね、さあこの回はバッターボックスは奈良原です。初球はストライクになりました。代走で出て、そして途中セカンドを守っているこの奈良原、今日最初のバッターボックスになります。回は10回の裏です。これ山田ずっと行くんですかね。そうですね、今シーズン最も長いのが2回という投げた4月の17、そして21のこの2試合ですが、2回以上は投げていないという格好になるわけですから、もう意外とこう抑えていってるから欠けてるんでしょうね、なるほどね、今シーズン最も長いイニングになります。この山田、軽いです。外のボール、だから今でもきっちりコースですよね、いいコースに決まってますし、だからカウント取る球はどうってことないんですが、狙われるときは別にしてね、楽にカウント取って今のようにきっちり決めればね、これはいくらでも抑えられますよ。奈良原も右打ち定評ありますし、今なんか右狙いのね、外のボールなんですね。そうなんですね、これはヒットになりました。西浦センターはヒットです。ダイエーと同じ格好できますよね。でダイエーは送りバントで先からにランナーを進めたんですが、これ西浦の後橋上ですね、そして最後野口になりますが、それも送りでしょう、先っぽの方なんですがセンターへ持っていきました。これも1点取ったら勝ちですからね。ということは橋上としてはもうきっちりこの西浦をセカンドに進めないといけません。フリアコーチのサインを見ています。バッターボックスの橋上、これバントの体勢なのにダイヤがずっと前に来ましたね。ですね、あまりにも後ろですから、特に棒を越して結構こう後ろに守るんですね。こう見てるとね。ファーストランナー肩やりましたね。あれ大丈夫かな？西浦肘ですね。ですかね。ちょうどタッチに行くというところでした。そして頭から入っていきました。西浦もこれ気持ちが出てますから。そうですね。ただこういう時のバントっていうのは森永さんやっぱりプレッシャーかかるんでしょ。必ず成功させなきゃいけない。それかかるでしょう。ですよね、そうすると投げるピッチャーの気持ちはどうなんですか。難しい球っていうかね、転がしてね、転される球は嫌なんですよね。なるほどね、ただ今のはバント決してしにくいボールではなかったんですよね。今のは優しいですね。ですよね。だから強い球を投げてね、強く跳ね返ってくるようにするわけですけど、バッターはそれを殺そうとするわけですよね。その辺の駆け引きですね、今のは初球だったんですが、意外と山田から言えば楽な形でバントをさせてしまったというそんなボールではありました。そして野口になります。ランナーはセカンドです。サヨナラの場面を迎えました日本ハム。回は10回の裏です。野口にヒットが出るとサヨナラになりますが、これで、セカンドの浜田がベースについてますよね、これランナーを引きつけてますからね、
その分やっぱりまだこれ1、2塁間空くんですが、松中があのライン際じゃないんですよね。そうですね、空振り、初球を思い切り振ってきました。ヒット1本欲しいときなかなか出ないんですよね。ですよね、これ野球の面白さですよね。本当に欲しいんです、両監督ともに。しかもこれ日本も12安打打ってるんですよね。はい、どっかにここ一番のヒットがつことでね。ソロホームランですからね、1本出てもね、あっとファンになります。トゥーナスイング、タイミングが合っていませんでした。だけど野口もこれね、センター中心のバッティングに考えれば、意外と甘い球どっちでもいけると思うんですよね。もう引っ張ろう引っ張ろうという力入りすぎですよね。西浦ランナーです。バッター野口、そのライトへ、どうだ、ライトへ打球は伸びて頭を越えた。西浦が3塁を回って今ホームイン、日本ハム勝ちました。野口がやりました、ライトオーバー、サヨナラ勝ち、3対2、日本ハムが勝ちました。いやー、野口がいい仕事をしました。最後西浦がホームを踏んでいます。そのライト打ちが出ました。打球が伸びてきました。あのツーマシンからね、絶対外へ外せっていうキャッチも、キャッチャーも思ってるのに、近くへ高い球で中途半端に行きましたよね。だから野口はそれまでのツーマシンまでの球と違って、あ、これ今王監督が城島に怒ってますけど、これはもう山田の失投ですよ。城島はもう完全にもうキャッチャーボックスから外れて投げてましたから、それと今の続きですけど、野口がバッティングを変えましたよね。振り回すのから、引っ張りから右方向っていう、それでね、ゲーム途中も言いましたが、ホームで殺すより、やっぱり打球が大きく飛ぶのが多いんですよ、確率は ね、 なるほどね。だからあと2、3歩後ろだったら取れたんですよね。ですね、これがね、難しいところなんです、野球のね。ですね、難しいけど見てる方は面白いですね。さあ、その野口が今出てまいりました。もちろん今日のヒーローは野口になります。そしてその野口へのインタビューが始まります。放送席、見事なサヨナラヒットを打ちました野口選手にインタビューいたします。よろしくお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございました。会心の当たりでしたよね。まあね、簡単に追い込まれてしまったんで、まあなんとかしたいという一心で打ちました。まあなかなか点が入らなかったんですけれども、どんな気持ちでバッターボックスに立ちましたか？もうツーアウトでしたけれども、まあチャンスだったんで、まあここでなんとかして、ね、今まで頑張ってきたピッチャーたちをなんとかね、日の目を見させてあげたいなと思って。まあ、首位攻防戦ということで大変注目されていました。まあ、昨日は負けてしまったんですけれども、今日はどうですか？まあ、ちょっと昨日の負け方が悔しかったもんで、ね、今日はもう絶対に仕返ししてやろうと思って球場来たんですけどね。明日の試合に向けての抱負を聞かせてもらえますか？まあ、首位攻防戦というのもまだ、ね、シーズンがたくさん残ってますんで、これから先のシーズンにつながっていくように素晴らしい試合をしていきたいと思います。今日はね、たくさんのファンの方が見守ってくれました。ファンの皆さんに一言お願いいたします。やっぱり僕たちのこういう頑張りもファンの皆様の声援のおかげだと思って毎日頑張っておりますので、これからもまたどんどん球場に足を運んで応援してください。よろしくお願いします。どうもおめでとうございました。今日のヒーロー野口選手でした。まあ、この表情なんですが、野口、まあ、森中さんね、あのインタビューそのようなこう冷静沈着という感じではあったんですが、気持ちの上ではね、あ、嬉しいですよ、やったという感じですもんね。自分で決めたというところでね、はい、
まあ、しかし本当に今日はなんか終盤後半に来て1点を取る難しさ、はい、まあ、これを味わったゲームだったんですが、難しさであり、守る難しさもありますよね、簡単に追い込まれたんでという話も野口ありました、はい、簡単にポンポンと行かれました、で釣ってる引っ張ってるというね森永さんの話がありました、それは最後もライトへね、きっちり持ってきました。そうですね、結局ね、積極的に行ってるわけですよ、ツーナッシングで、もし攻めてきたら甘い球だったら行くぞっていうような感じでね、それが成功したんじゃないですか。あ、逆にあの城島に注意してた王監督の顔映りましたが、これはベテランの山田の方が考えなきゃいけないですね、城島が一生懸命外せ外せ大きなジェスチャーで送ってるものをね、勝負していってるわけですよ。これがあのね、久しぶりに長いイニング投げてるピッチャーのね、感覚ですね。なるほどね、しかも追い込んでしまうとね、早くアウトにしたいという気持ちもこれ、ちょっとした時のビームにコントロールがね、上野さんがよくさっきも言っておられましたがね、ピッチャーというのはやっぱりツーナッシングでも勝負してやるぞという気持ち、いつも持ってるわけですけれども、それだったらもっと振り切らないかんですね。あ、なるほどね、外せばいいやという、ね、感覚で軽く腕振って甘い球投げたらやられますよね。さあ、そんな格好でゲームの方は結局日本ハムが見事なサヨナラ勝ちを収めたんですが、この全体的な印象、森永さんいかがでしょうか。いやー、1点取る難しさですね、ピッチャーがよく頑張ってたわけですけれども、もう大江川でも1点取りに行く、日本ハムも1点取りに行くって言って、1球の怖さがここのゲームに出た感じですね、最後にね、最後にね、本当に守り守備の怖さであり、ピッチングの怖さの1球差です。1球がね、出ましたね、ただ昨日みたいにねホームランがポンポン出るゲームもあれば、やっぱりこういうなんか本当に行き詰まるというか、ゲームあるんですよね、面白さですね、野球がね。いや本当だからやっぱり野球って何が起こるか分からない、楽しいですね、こう見てるとね。そうです、両監督が大変だったんですけどね。今日なんか本当に展開をいろいろ変えなきゃいけないですからね、頭使わされました。はい、まあ、その間、まあ、上田監督、大監督にもご苦労様でしたというね、そんな感じになりますが、今日のこのゲームは見事日本ハムが勝ちました。解説はおなじみ森永千さん、リポーター堀内由美子、実況上野明でお伝えしました。森永さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。